キャンプ経験は30年ぐらいでやりました。生まれてません。大人はね、大人やるじゃないですか。スマートに、スマートに。はい、皆さんこんにちは。信州ブレイブウォリアーズ背番号31番の三井和也です。今回のオリちゃんは株式会社シナノプレゼンツオリちゃんスペシャルボリューム2ということですね。大人のデイキャンプ入門編ということで、月間市の大池キャンプ場から栗原選手と井上選手と一緒にお届けしていきたいと思います。お二人キャンプ経験は？僕は1回あります。大変なイメージだったんですけど、やっててすごい楽しかった。井上選手30年ぐらいでやりました。もう覚えてますね。30年前ぐらいです。小学生の時に、まあ、親に連れてもらったり、そういうキャンプ教室みたいな体験の、まあ、本当に記憶も怪しい。だいぶ前で生まれてません確かにぐらいに感じて、まあでも家族と一緒にそのバーベキューをするぐらいはやるんで、知識をいろいろ見てほしいみたいな。ではですね、この3人で頑張っていきたいんですけども、不安が残ってしまうので、今回はキャンプの達人である株式会社シナノの天利さんにレクチャーをしていただきながら、このデイキャンプを進めていきたいと思います。それでは達人、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。シナノの天利と申します。達人、今日のデイキャンプは何を作るんでしょうか？作るものはまだ内緒です。ぜひ楽しみにしておいていただければと思います。はい、はい、じゃあそれではまず本当に火おこしのとこから始めたいと思います。よろしくお願いします。皆さんどうですか、火起こしたりっていうのは日常でキャンプとかバーベキューでやられてますかね？私はチャッカーパイプ買いみなこりで、はい、なんとかなんとか起こしたと思います。僕は全くないです。僕も小学校に先生にやってもらって以降、全くやったことがなく、バーベキューでそれも、父親に任せてずっとやってきて、甘えて今まで来てしまった三井選手に今日は、そうですね、ここでちゃんとやっていかないと、はい、はい、頑張ります。実際にやっていただきたいと思います。はい、今日は着火剤、簡単なものを使ってやっていきたいなと思います。今日はこういうお腹空いてますから早く進めたいと思います。そう、すぐ行きましょう。はい、じゃこれはちょっと下に置いていただいて、このまま、はい、置いて大丈夫ですか？置いて大丈夫です。置いていただいて、こうよく燃えそうな小さい木を、こうなんか櫓みたいな形でちょっと組んでみていただいて、センスちょっと組んでみていただいていいですか？こういうの大事だよ。その言葉が一番苦手なんですよ。責任重大なんです。頑張ります。日々を楽しむってなってます。こういうことで、はい、大人のデイキャンプですね。そろばですね。クリックが多い。力がやばい。おー、いいね、いいね、いいね。やった。バッチリです。ありがとうございます。センサーあるって、100点ですよ、100点。初めてでしたね、100点ですよ、まあ。まあまあじゃないですか。でも100点満点。本当ですか、ありがとうございます。俺含めね。この辺の大きいのをちょっと。バッチリです。バッチリです。ありがとうございます。バッチリ。ここ取りますよ。はい。まあ、火が起きたということなので、まあ、次の工程に進みたいと思うんですけど、天利さん、次は何をしていきましょうか？今日のメインディッシュを作る準備をしていきたいと思います。今日はですね、ダッチオーブン使おうと思いますので、焚き火台の上にちょっと作ったり。これ、ナノワークス、弊社のブランドでやっているハンガーラックですね。この商品の特徴は、横がこう自由なサイズ。ありがとうございます。上手です。ありがとうございます。無段階で伸びることができるのと、高さを変えることができるんですね。で、火にかけられるっていうのが特徴で、これを焚き火台の上に乗せて、そこにダッチオーブンを乗せて、料理作っていこうと思います。はい。もう。はい。よいしょ。蓋、上げていただいて、はい、もう。まだ何も入っていません。今入ってるかなんかなと思ったんだけど。はい、ずっとこの最初からベールに包まれていた今日の料理の方を紹介していきたいと思います。それではお願いします。はい、ちゃんこです。おお、まさかの本格的な、もうすごい。まずスープを入れていきたいと思います。ちょっと火が弱かったですね。火を足して、何だと思いますか皆さん？希望です。こうやってね、ハブしてコンパクトに持ち運びができる優れものでございます。ありがとうございます。
で火を使っていただくと点で火を当てられるのでものすごい効率的に楽しいです。で普通に吹くよりもだいたい 3.3 倍ぐらいの風速で風が当たるので、あの手でやってきた苦労は何だったの？本当にめちゃくちゃバタバタバタってやってるんです。大人はね、やっぱね、大人色じゃないスマートに、ね、スマートに今お持ちいただいてるフィフティボーはパルチザンフィフティボーなんですけど、手焼きを職人さんが一個一個手で削っていただいていて、でそこの真ん中についているあのストラップの鹿革なんですけれど、長野県で害獣として駆除されてしまった鹿の革を組み立てっていうのは弊社にやっている。なので本当にメイドイン長野フィフティボーになっています。今日は3本一応持ってきてるので皆さんでぜひいろいろ吹いてもらえればと思うんですけど、これ遊びっていう商品になるんですけど、ここに分かれます。なので簡単に持ち運びができるし軽いし、同じように火が起こせるっていうものですね。おーすげえ、もう病院ですよこれマジで。すごっ。はい、それでは、スープが温まってきたのでこれから具材を入れたいと思います。こちらです。それでは井上料理長お願いします。はい、まずミンチを一口大にして入れる。これはもうね、やっぱ男のあれですから、男飯こんなもんでしょう。大きい方が美味しいと思うな俺は。そうですね、基本ね。そう伸びてないけどね。まあ、しょうがないでしょ。もうこれも男飯ですから。そう。鶏をじゃあ、入れていきまーす。お願いしまーす。あ、やっぱり、やばい方がいいからね。もうね、何事もやばい方がいいんですよ。大人だし。大丈夫ですか？やっぱりね、大は小を兼ねますからね。盛り付けのセンスはちょっと、ね、大丈夫ですか？大丈夫ではありません。食べれればいいならいいと思ってるからね、基本ね。重なった。そこもね、男ですよ。ああ男ですよ。冷静ですよ。冷静ですよ。はい。まあ、言いますか、野菜以外に。いいんじゃね？はい、それではちょっとまだ、具材とかが煮えるまで少し時間があるので、ここで甘利さんに他の製品の紹介をしていただきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。これはですね、4月の下旬に発売になりましたランタン用のシェードです。これはゴールゼロ社っていうところのランタンになります。小さくてとっても明るいんですね。夜だと逆に明るすぎたりして、弊社の方では専用のシェードを作りまして発売をしています。もうシンデレラフィットする。一番気持ちいい、はい、虫除けの機器材をこの中に一緒に入れているので、すごい優しい機器材なので、虫がちょっとこう嫌がって離れていくような成分を入れていくので、お子さんに持ってもらっても安全ですし、なんか食事の中に死骸が入っちゃうみたいなこともないですし、こういうのも今製品としてやっています。今オーブンかけているハンガーラック、普通だとこのサイズなんです。けど一番大きくするとこのサイズまで大きくなります。軽くて携帯性もいい、まあ、よく好評いただいているハンガースナイプハンガーの商品になります。皆さん大きいんで、あんまりこうなんかサイズ感が変わらないです。ハンガーラックとしては結構大きい。本当は大きいんです。そうです、本当は大きいんです。皆さんがちょっと大きすぎるだけで。元々株式会社ティナーのスティーポールをもう100年以上ずっと作っているメーカーなので、アルミの筒物のものがやっぱり加工が非常に得意なんです。なのでこういう今タープに使っているこちらのサブポールってちょっとこう補助に使ってタープの形をアレンジするのに使うものですけれども、2020年の3月に発売を開始したものです、ね、でこっちにあるのがいわゆるメインポールって呼ばれる、まあ、タープの。そうです、ありがとうございます。国産で自分たちで長野県で作っているものになるので、品質はやはり非常に自信があります。ぜひよろしくお願いします。それ褒め言葉なのか
オーブン。はい。ああ、いい。素晴らしい。いいね。素晴らしい。はい、それでは、鍋の方が出来上がったので、これからみんなで食べていこうと思います。いただきます。いただきます。いただきます。美味しい。ああ、うま。うん、おいしい。うまい。あ、このスープもいいな。うん。皆さん、火加減が良かったですか？バッチリ。火加減。いい感じです。いや、美味しい、本当に。あんだけ吹いた回がありましたよ。あ、うまい、マジで。お腹空いてるから無言になります。本当に結構やってる中ずっとお腹鳴ってたんで。本当そうじゃない。お米欲しいなこれ。はい、株式会社シラノプレゼンツ大人のデイキャップ入門という社が、皆さんこんにちは。はい。大人のデイキャンプということで、ちょっと自分の中でそのデイキャンプのハードルを勝手に上げた部分があったんですけど、今日こうやってレクチャーしていただいて、いやこれ自分でもできるなってちょっとこうやる気がふふふと湧き上がってきます。今回ちょっとやりたいなと思いました。あとこの皮膚希望の効果抜群でした。ちょっと自分で使ってみてびっくりしました。皆さんもぜひ試してください。栗原選手お願いします。ポンさんが今言ったように、まあ、皮膚希望には衝撃を受けました。こんな便利なものがあるんだなって。あとデイキャンプ自体は、まあ、楽しかったんですけど、例えば僕たちみたいなチームとか集団でデイキャンプして絆深め合ったりとか、そういうのはいいのかなって思います。いい。じゃあ、 今回歴史でしていた濱井さん、いかがでしょうか。いつもは私たちユニフォーム姿の皆さんをこうかけながら応援させていただいてるんですけど、こういう屋外でいつもことは違う皆さんと、まあ、こうワイワイキャンプできたのが本当に非常に楽しかったです。皆さんなんか初めてだとおっしゃってましたけど、全然お上手で火もすぐつきましたし、で引き続きこういうキャンプぜひ楽しんでやっていただいて、私たちのギアも機会があればぜひどんどん使っていただければなと思います。では本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、それではですね、今日ご紹介した株式会社シナノのアウトドアグッズについて詳しい情報は概要欄の方に書いてありますので、ぜひ皆様チェックをよろしくお願いします。また今回の撮影ですね、使わせてもらった千曲市の大池キャンプ場なんですけども、キャンプやバーベキューだけではなくてアスレチックの方も楽しめるキャンプ場ですので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。最後になりますが、このゴリちゃんのチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。さよなら。